れるんですよ、うん、考えさせないんですよ。もう疲れちゃって疲れちゃって、もう本当に手帳を見て、ああ今週はもうどこも空いてないみたいな、うん、でも5時から起きてますから、夜9時半ぐらい帰ってくるとちょうど私、主人が遅いもんですから、すぐご飯をするんですね。そうするともう今度お風呂に入れないわけですよ。もう主人が入るのを待ってたら、もう自分がもう眠くなってしまって、でも手帳見てこの日はお風呂に入れるじゃないですけど、なんかあのもう一時が万事ですね。もうな、本当とも、もう釈伏五章を読んで釈伏の話をみんなでするなんてことはないわけですよ。だから友達に会うんだって、もう、この日はそれはちょっとダメダメよ、じゃあこの日とかっていう感じで、人と会って話をする時間も限られてくる。本当に学会の人は学会の人の輪の中で毎日同じ顔を合わせて、何のなんか進歩もないじゃないですけど、そういうところがあったなって、うん、でもそれが何て言うんでしょう、人付き合い楽で居心地いいみたいな風になってたんだと思うんですね、うん、ある程度気心が知れてるので、うん、もうそれでいいみたいな、うん、でも本当にそれじゃやっぱダメだって、うん、普通のね、普通の社会のサークルとかそういうもんだったらさ、別に害を、毒を積まないから、それはそれでいいじゃんって。ダメなんだよ。ってこと、宗教の世界で言うと、その行動自体、存在自体、その使ってる時間自体が全部財務を積んで、この地球上に害毒を、この日本国に害毒を垂れ流してる。それが創価学会なんだから、そこのところのやっぱりけじめが必要なんだね。一般のそのカメラの集まりで、ね、長いおじいちゃんおばあちゃんの流れ、長い月、今週はどこ行こうか。あっち行こうか、それはいいじゃないですか。別に、どうってことないわけだよ。むしろ、新しい人との出会いの方がめんどくさいしね。人間というのはどうしてもルーチンに、どうしてもルーチンワークに入りやすい。だけど、創価は違うんだな。この存在自体がもう刻一刻と人にこの悪を垂れ流している。そこへ加担している。いるだけで、席にそこ置いてるだけで。予動剤っていうのはその怖さですよ。あれを読むと、えって思いますよね。もう良かれと思ってやってたわけですから、もう本当、どうしてくれんのじゃないですけど。本当だよ。いやもう、どうしてくれんだと。もうこの間もちょっと大きな会合で、区の副会長に当たると思うんですけど、いいですか皆さん。正しいことが書いてあるのは、政教新聞だけです。そんなネットみたいなに、惑わされちゃいけませんって、今参人本部がなんかあったので、はい、はいはい。あれだって、もう何年か経ちますよね、一年、うん。今になってそうやってみんなにお知らせするのは、うん、あれ、ネットに乗り始めてみんなが、向こうがなんか言ってるからだと思うんですよね。うんうんうん、それまでみんな知らない。なんかをしてて、みんなが、こんなことあったのなんて言い始めて、騒ぎ出したから。あ、テレビでやってからですね。私は見てないんですけど。だからそういうふうに、言い訳のお手紙とか、書類をこうやってくれるんだと思うんですけど、うん、今、疑いの目で見てるからかもしれないんですけど、この、もう本当の幹部と言われる団ね、一番前にでこう座ってる人たちは、うん、この人たち本当に信じてるのか、それとも本当にもう頭が狂ってしまったから平気でいられるのか、うん、本当は分かってて言ってるのか、うん、あんなに堂々って嘘をって言えないんじゃないか、もう本当に信じて、もうバカになって信じちゃって、うん、騙してるっていうか言ってるのかなって、うん、最近はこう後ろからどうなんだろうって思ってこうじーっと見てしまいますね。二色いるんじゃないですかね、ざっくり。もう本当に分かってるやつ。でも、もうその自分の立場の利権、上に行けば行くほどもう学会の利権っていうのはもう半端ないっていうからね。この、もう古い資料だって平成、
4年でしょ、あれ。平成4年の古い資料ですら、四谷税務署でのあの、あそこまで公示してたからね、個人の。それだけです、堂々とその納税している額ですら、もう当時のトップ幹部は、まあ我々庶民感覚からすれば考えられない個人的な収入を もらってるわけでしょ。押して知るべしですよ。その仕方なしに出ちゃった数字だから、そうじゃない数字まで全部入れたらどんだけここにこう入っていて、そして当然そこに女、まあ金と女ですよ。そういう、もう決まってんだよ、ああいう世界は。それがどれだけうまい、うまみを。だからそれはもう分かりきってみんなをこう、みんな金づるだからね。そういう連中にしてみれば、あなた方の政教新聞、毎政教、それがね、全部我々のこの、一人でもこぼしたら、このテーブルからこぼしたら、こっちの身入りが減るからっていう。それでもう、確信犯でやってる幹部と、それと、もう完全に行っちゃって、それでもう、もう先生こそご本部その間に帰りたいって思ってやってるバカ野郎と、おそらく二人いるんだよ。それがこううまくこんなになってこんなになってっから。本当それはわからない。わかんないですよね。あの、方々の解読っていうのは、あの、前後がわかんなくなるんですよ。つまり因果関係がわかんなくなるのが方々の、道理がわかんなくなるってことはそういうことで、道理って何かって考えてみれば、一つの因果だよね。因果の法則が分かんなくなる。悪いことをやったら悪い結果が出るとか、いいことをやったらいい結果になるっていう、こういうことが分かるのがちょうどだから、この平気でこう前言をひっくり返していく。つまり学会の本部から売る打ち出しに対しては、その時間軸を遡って矛盾を聞こうとも思わないわけだよ。もう流れてくるものが全部パクパクパクが全部食って、でみんなに吐き出すっていう。もう今日食ってまた吐き出すっていう。もうそれだけの頭になっちゃって、そういえば10年前に言ってたこと違うよねっていうふうにはもう頭が回んなくなる。これが方々の、あの、害毒だね。ってことは、今度は、自分が悪いことをやってるのに悪い結果が起こるってこと分かんないもんだから、で、どん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 人生が最終的には没落するんですよ。だから、副会長だって、以前、あの、原だってさ、最後は悪いじゃないですか。だからなんかあれじゃない。あれなんか、みんなみっともない死に方してるよ、最後。あ、そういう、全然知らないんですよね。おじさんなんか、俺、ネットで名前出さないけど、大体想像つくと思うんだけど、ね、あれだよ、自分の嫁と同じ、失言が二つってやつ。あれ、副会長だよね。自分、その、死んだ嫁は、のトップ婦人部幹部だよね、当然なことで。で、その、旦那だって本部職員のなんか結構なやつ。だから、おじさんの息子ね。そういうさ、ありえないことがさっきの雷じゃないけど、姑がなくなって、その翌日に嫁がなくなって、棺二つで総意識するなんて、およそ五看護のいただいてるうちじゃないですよ、そんな。非常事態。それが、あの、早々期、あれほど功徳を積んだはずだった、副会長の家にそういうことが現実に起こっている。もう押して知るべし。世田谷の幹部の、あの、支部長が、信濃町の、まあ、だから、まあ、地元の高級幹部にいろいろ聞いた、ほとんどが信濃町の、あの、関係者。政教新聞の幹部とか、まあ、なんとかって。もう、8人だかに聞いて、7人は全部家の子供が引きこもりって、社会適合していないって。トップ幹部の連中の子供がそんな状況とかね。まあまあ、僕らがもうこれで全国で1500人近くの人が、学会が、あの、YouTube 関連で辞めてきててね。いろんな体験をこう総合して判断するに、こんなもんね、まあ、哀れだ。みんな自分は、純粋な連中ほどそういうものを被ってんだよ。で、トップ幹部たちは、なんだろうな、もう無権地獄に行くのは分かって、もう決定されてるから、案外羽振りが今、まあ、ギリギリまで行くっていうかね。そうだけど、行った先はもう大変なものよ。